団体優勝 しました。いや嬉しかったです。反省点は結構いっぱいあるんですけど、目標を達成できてよかったなと思います。準優勝しました。お寿司は好きですか？好きです。イクラです。イクラ、はい、赤貝です。何だろうな、でも、はい、イカです。イカが好き。同じ寿司ネタを5人で食べる。目隠しして何かを。あ、だからチームワークだな。そう、つけてます。やべえ、魚の名前が思い出さん。いただきます。どうやって食べますか？もうちょっとフライフライ、はい。シャリは、あ、カニがあるの。これソソ好きだ。あれめっちゃ食ったことあるけど。いや俺も名前どうした？じゃあ待って。わかりました。まずいくん、わかった。はい、ニクちゃん、はい、わかった。いいですね。わかりました。一か八かで、はい。ちょっと待って、俺これ好きだよな。好きよ。ちょっと待って、俺いつも食えよこれ。名前なんだっけな。わかりました。おー、大きくない？大きくない？難しい。なんて書いてんだよ。これは好きの2つしかないし、でも多分これです。終わった。これちょっと外れんのや。いいよ。じゃあいいよ、全員1回外して。じゃあいいよ。サーモン。おー、嘘やん。サーモン。お前マジサーモン。これサーモン。あ、マグリスだ。まあサーモン。ああ、サーモン。全員。はい。すげえ、俺もそこ。はい。そっちか。はい。すいません、バグリ。はぁ？えぇ？いや、マジ申し訳ない。なんで？正解は、タン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 。うぇぇ。恥ずかしい。お前、俺が当てたのに頑張ってた。いや、味は最初サーモンだったんですけど、なんかこうベロの舌触りがマグロかなと思っちゃう。ベロの舌触りがマグロかなと思っちゃう。すいません、ちょっと切り替えていきます。ちょっとごめんな、ちょっと甘く言えないで。キャプテン、なんか一言って思われてるね。切り替えです。切り替えです。いや、もうちょっと待って、俺わからん。白い魚のまずわからん。スイーツあるね。魚のスイーツ。魚の形した和菓子。あ、はい。あ、ちょ待って、それわからん。あの、やりたいでしょ。あ、ちょ待って、それ名前がわからん。いや、もうこれはもうありがたいですね。もう他の自信ある。あれ、なんていうっけな、なんか焼いたやつ、魚の形してるやつ。お前、それ言っちゃう。ちょ、待って。じゃあ、どうしよう。
よし。うわー、すごい。一番自信があった大です。ちょっとマジで俺ほんとわからなかった。ほんまに。ささげとる。なんで坂だろ。じゃあ、間違いなく。たい焼きが大好きってことです。マジ思い出さなかった。2回戦も失敗です難しいです、大会行くのかどうぞ。それはこれはえ、サクサク全く一緒じゃない。これめっちゃ自信ある。分かった。はい、結構城北高校の子には何人か有利な子がいるかもしれないね。あ、出身どこだっけ。福岡。そう。適度か。青森。青森。熊本。熊本。そうそう。まあまあ。鳥取です。まあ力道くんが一番ですよね。うん。え？ちょっと待って。待って。いや、ちょっと難しい。難しい。分かった人。ああ。アテ君は思いません。今まあ書いてみます。俺をしてるなよ。せーの、はい、どん。え、うわー、うわー、うざいよ。マグロ。リベンジです。マグロ。マグロ。マグロです。で、マジとサーマンです。マグロです。マグロです。出てきました、あの食感で。そうそう、僕は魚の名前を思い出そうと思って全然思い出せなくて、こいつ一回目はマグロって間違えたんじゃないですか。でそれを書きました。マグロじゃないかと。違います。あ、すいませんでした。なんかチャンスはないですか。チャンス、泣きの1回をお願いします。マグロがマグロです。おーす。サーモンです。よし。サーモンです。マグロです。え、ガチですか？え？おー！ナイスナイス！ナイス！よし！タイです。団体戦でいいんだよ。うわぁ、ちょっと団体戦です。正解。うっしゃー、うっしゃー。あー、マジでこれだな。
チェーシュー、あれなんていうっけな、なんか焼いたやつ、魚の形してるやつ、あ、もう全部いきますの大会が、大きい大会ですか？国体が10月にあります。もちろん優勝を狙っていきたいと思います。悔しい思い出があるんで、優勝したいです。自分で団体優勝と個人優勝をやったら、みんな敵なんですよ。優勝です。団体優勝、はい、個人頑張ります。団体になったら、いろんな方がいて、団体優勝しようと心一つなんですけど、個人になったら敵に欲しい。頑張ってください。